こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、新型コロナウイルスの影響で利益率の高い商品を発見、セドル仕入れも大丈夫、現時点では転売禁止対象外の商品ですよというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい、この動画ですね、こちらのタイトル通りですね、ぜひ紹介させていただきます。はい、こちらですね、まずですね、こちら見ていただくと分かるんですけど、体温計ですね。はい、で、どこが高いかと言いますと、ここですね、5000円です。はい、で、通常ですね、こういった電子体温計なんですけど、大手の、ね、家電ショップね、ビッグカメラとか、まあ、そういうところあるんですけど、大体ですね、1980円ぐらいやってます。それ5000円で言ってますね。はい。で、なぜですね、この商品が、今人気かというのね、ぜひ紹介させていただきます。はい。こちらですね。はい。今ですね、体温計ですね。なんとですね、品薄です。はい。なので、非常に高く売れます。で、まあ、こちら書いてある通りなんですけど、まあ、大手のね、家電ショップとかドラッグストアでですね、もう完売なんですね。ないです。はい。なので、もしね、こういった商品持ってる方ですね、メルカリ出品していただければ高く売れる可能性があります。はい。で、転売禁止なので、禁止商品じゃないです。はい。だから高く売れる可能性がありますね。こちらに書いてあると思うんですけど、3000円の体温計ですね。先ほど言ったんですけど、まあ、1万円で購入ってことで高く売れます。ぜひね、持ってる方にね、出していただければ高く売れる可能性がありますので、ぜひね、出品していただければいいかと思います。はい、チャンネル登録お願いします。お待ちします。はい、あとですね、悩み質問等ありましたらですね、ライク登録はよろしくお願いします。お待ちします。今回動画は以上となります。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。